じゃあ今度は4階に上がってきました。4階の2ベッドルームの部屋をご紹介します。96平米の2ベッドルームですね。まず部屋の形からいきましょう。入り口入ってよいしょ、はい、まずリビングダイニングキッチンがこう続きますよと。これはまあ一緒ですよね。 L 字型のキッチンがあって、隣にエレクトラックスの冷蔵庫があります。でこの横にダイニングテーブルがあって、奥がソファーですね、リビング、はい、コーヒーテーブルがあってラグがあって、はい、テレビですよね。でこの奥に奥行きのあるバルコニーがこうありますよと。4階まで上がってきたんでね、だいぶんとこう高さがね上がってきてます。96平米の2ベッドルーム、まずここがリビングダイニングキッチンですね。はい、この奥行きますね。はい、2つベッドルームが並んでて、で、手前にサブのバスルーム、お手洗いがありますよという間取りです。そこは一緒ですね。グラスシャワーになってます。はい、でまず奥のメインベッドからいきましょうかね、はい、こんな感じです、まあベッド周りがゆったりとね、スペースを切られてて、ここもそうですよね、広いですよね、こうなってると。でバルコニーがついてる、これはもう変わりませんね、変わりません。で執務机があって、テレビがあって、テレビ台がついてると、はい、この奥はメインベッドルームに通じるバスルームがありますよと。はい、洗い場付きですね。洗い場付きのこうですね、横にバスルームがありますという形で、アメリカンスタンダードのヒップシャワーですね。温水が出ますよ。洗面がありますと。洗面台の下は収納スペース、扉もちゃんとついてます。ガラスの向こうも扉開いて、ね、細かい小物を入れる収納がありますよということです。これメインベッドルーム。で、この横がサブのベッドルーム。96平米の2ベッドということは、はい、ここもツインですよね。ツインベッド。ツインのお部屋になっていると。はい、真ん中にサイドキャビネット、周りに、上が読書棟ですよね。で、サブベッドルームにも、テレビがつきます。執務机ももちろんついて、どの部屋からでもバルコニーに出ることができますということになってますね。はい、こんな感じですね、はい、まず部屋の形を、はい、ご覧いただくと、じゃあ元に戻りますね、96平米で、まずね、部屋の角度というか方角からいきましょうかね。これちょうどね、向きがね、このバルコニーから見ましょうか。バルコニーから見て、こちら側が北です。ということは、向こう側が西です。北西のちょうど真ん中。北西ですよね、この向きがね。っていう向きです。はい。目の前にね、こう民家、林家の民家が建ってはいるんですけど、それだけなんですよね。その周りはもう低い屋根しか見えないというかね。その向こうは緑ですから、まあそんなに。はい、気にはならないかなという気はしますけども、どうでしょう。はい、じゃあ細かく見ていきましょうかね。入り口の付近には、下に、下足箱、一緒ですね、下足箱があって、上が収納を切ってくれてます。3段の斜めに切ってある収納、靴の収納、シューズボックスがあって、ここには、はい、棚が切ってますね。棚が切ってます。開ければ光る。はい、これもまあ長めのものを入れておく棚があって、姿見がちゃんとねついてつけてくれてて、使いやすい L 字型のキッチン、ね、四つ口の IH のクッキングヒーター、電子レンジ、ビルトインの電子レンジですね、はい、電子レンジと、はい、2ベッドルームなんでディッシュウォッシャー、食洗機ですねがついてます。2口のキッチンシンクですね、はい、エレクトラックスの冷蔵庫、下が冷蔵庫ですね、上が冷凍庫ですね。こんだけあればまあまあ広いかな。あとまあ細かいね、家具類とか、あとキッチン用品がね、どんだけあるかいつもわからないんですけど、まあセットアップしてるかしてないかだけなんで、きちっとね、はい、これパン焼き器、パンのトースター、
があって、ボール系ですね。が来て、どっかないかな。あったあったあった。お皿類、グラス類、カップ類。はい、この辺に一通り飽きのこない白い色のものを用意してくれてますと。あとね、はい、ここか。国シルバー系が来ますね。はい。お鍋大中小がね、フライパンはどっかにあります。はい。必ずつけてくれますんで大丈夫です。冷蔵庫の上も収納ですね。はい。L 字型になってます。まずこのキッチン。どうでしょうね。どうでしょう。うん。で、ダイニングテーブルは6人掛けのダイニングテーブル。はい。同じような色合いのソファーですね。L 字型のソファー。コーヒーテーブルにラグがあって、はい。テレビですね。で、テレビの下に細々と置いてあるようなものはコーヒーメーカー、ポット。はい。全部つきます。ただ、ウェルカムのコーヒーとかね、お茶とかありますけど、これはもうウェルカムなんで、はい、最初だけですよね。はい。こんな感じですね。上もこういう。はい。全部ね、エアコンもビルトインです。もう壁掛け型じゃありませんね。はい。吸気と排気があって、はい。この向き。まあ、北西なんでね、どうでしょうね。今3時ぐらい。そろそろ向こうから西日が入るかという感じですけど、そんなになんかバシッと西側じゃないので、入ってくる感じではありませんけどもね。はい。この感じですね。この南側。南向きですね。ああ、北西向きですね。北西です。はい。リビング、ダイニング、キッチンがあって、こうですね。うん。まあ、あとはもう一緒。はい。一緒ですね。うん。まあ、広い。セタのマットレス。はい。寝心地満点のマットレスが来て、執務机があって、はい、LAN ケーブルももちろんありますし、Wi-Fi もね、ちゃんと天井につけてます。後で、ご紹介しますけどもね、Wi-Fi モデルも天井にきちっとつけてます。はい、こんな感じ。で、バルコニーですよね。で、はい、まあ、収納スペースもこんだけ、まあ、いちいち開けませんけども、あります。で、洗い場付きのバスタブ。ですね。で、お湯はセントラルヒーティングなんで、はい、お湯は出続けますから、はい、横で洗い場で体を洗ってゆったりとね、肩まで、お湯に浸して温まっていただければなと思います。アメリカンスタンダードのヒップシャワー。ね、ウォーム、あったかいお湯が出ます。はい。で、洗面ですね。洗面の下も収納がちゃんとついてて、はい、ガラスの向こうは、はい、こういうね、収納もちゃんとついてますと。はい、タオルバーがあって、タオルの交換ね、もうちゃんとやってくれます。この辺のタオルの交換もちゃんとやってくれます。まあ、細かいね、頻度とかは、はい、概要欄を見てください。そこにまとめておきます。うん、これがメインベッドルームですね。はい。で、サブベッドルームはさっきお見せしました。ツインベッドでしたね。ツインベッド。うん、で、執務机ももちろんあって、LANケーブルなんかもちゃんと、お、ついてないか。ここはついてないのか。LANケーブルがついてないの？ああ、ついてないんだ。そうですか。はい。LANケーブルなかった。もうないか。サブベッドにはつかないのか。はい。メインベッドにはつきますね。うん。執務机、バルコニー、はい。ベッドですよね。はい。こんな風になってると。高いのは何遍も言ってますけど、はい。ベッド下の収納があるからですね。ベッド下収納を入れてます。テレビの下の台もね、ちょっとした収納のラックがついているということですね。はい。で、サブベッドルームの前にあるサブのバスルーム、お手洗いですね。はい。2ベッドルーム、2バスルーム、2トイレットになっているということです。はい。全部仕様は一緒ですね。はい、一緒です。ここはグラスシャワーだけ。っていう感じですね。96平米です。96平米。はい、どうでしょうかね。まあ、今ね、3つ、2階、3階、4階の部屋をね、3つお見せしてます。はい、どんな風に、はい、皆さんの目には映りますかね。はい、どこがいいかなっていうかね、どういう基準で選べばいいかっていうのはあると思うんですけど、まあ、一つはバルコニーの方角ですよね。どこ向きなのかっていうのとね。はい、あとは、どうでしょうかね。まあ、細かい仕様とかは全部一緒です。はい、ただ83平米と96平米じゃあちょっと2ベッドルームも広さがだいぶ変わってきますよ。特にもうメインベッドルームを見ると
周りのね、やっぱスペースの空き状況が全然やっぱり83と96では違いますよね。10平米以上違うので、うん、あとまあ一つは、はい、バルコニー出ますよね。バルコニー、はい、そうするとこれメインベッドルームにからも吐き出しのバルコニー出られて、サブベッドルームからも出ることができて、メイン、リビングダイニングキッチンのリビングからも吐き出しで出れると、このこういう形があるんですよね。はい、あのもう一個のやつはリビングとサブベッドまでここで壁になってましたよね。向こうまではさすがになかったですけど、はい、果たしてその違いかなっていう感じですよね。はい、で、あのここの仕様はもうバルコニーに乾燥機と洗濯機が持ってきてる、を持ってきてる。7.5 キロの、はい、乾燥機と9キロの、はい、洗濯機ですね。エレクトラックスで統一してます。うん、必ずバルコニーに持ってきてて、はい、この高さはね、はい、私の側頭部、これが私の目線です。はい、側頭部なんで、この横は、はい、もう硬い。はい、まず外れることはない。しっかりした頑丈なガラスのバルコニーがついてるということですよね。はい、どうでしょう。向こうにサマセットウエストポイントが見えてて、手前にはレロイソレイ、分譲マンションですね、あれはね。あれ唯一分譲マンション。個人オーナーさんと直接契約しないといけないんですけど、この向こうにあるのが、はい、サマセットウエストポイント、これですよね。うん、これは、はい、ここと一緒、サービスアパートですね。で、向こうに今建築中のやつも、ちょっと今ね、ややこしいんですけど、こいつ。建築止まってますけど、これも分譲マンションなんですね。はい、分譲マンションですね。というような感じになります。はい、2階、3階、4階のお部屋、ご紹介してますね。はい、これが一番上の4階の部屋ですね。北西向きになってる部屋です。はい、どうでしょうかね。うん、あとはもう何でしょうね、こう、部屋の明るさとかね、はい、一つはね、メインベッドの、ね、両脇に窓があって、スカーッと、まあ、西日ではありますけど、明るく光が入ってきてる部屋もありましたね。もう本当にね、その要は向きが違うだけなんですよね。あと広さも83と96平米で違うということはありますけど、はい、その違いで果たしてじゃあ、ね、どの部屋を選択するかっていうことかなと思います。はい、細かいご質問とかありましたらね、交渉もいたしますので、ハノイリビングまでいつでもお問い合わせをしてください。以上、レポート終わります。